インスパイアハイは世界とつながる探究的な学びを手軽に教室で実践できるエドテック教材です。全国の中学校、高等学校で導入いただいており、これまでに累計1万回以上の授業が行われました。活用シーンは多岐にわたります。探究学習、キャリア教育、道徳、英語学習、学びの目的に合わせて幅広く活用可能です。では最初にインスパイアハイの3つの特徴をご紹介します。ポイント1、世界中の多様な大人と学ぶ。国籍も仕事も世代も違うガイドたちが生徒にインスピレーションをお届けします。詩人の谷川俊太郎さん、お笑い芸人の渡辺直美さん、台湾の元デジタル大臣やマサイ族の長老、オーストラリアの消防士やイスラエルの元兵士、15カ国、約50の職業のガイドと一緒に学びます。ポイント2、アクティブに主体性を育む。生徒は話を聞くだけではなく、自らの考えを表現します。さらに学校の垣根を越えて全国の生徒と意見交換、これらをすべて匿名で行うことで生徒の心理的安全性を高めています。インスパイアハイのアウトプットとかフィードバックを見る中で、普段その直接のディスカッションでは静かと思われる子たちが結構積極的に発言しているというのが意外な感じがして、私としてはすごく勉強になりました。ポイント3、先生の負荷を軽減。インスパイアハイを使った授業では事前準備がほとんど不要。さらに動画内ファシリテーターによって先生は授業中も生徒に向き合うことができます。特にこちらが気を使って回さなくても上手に進行してくれるので負担が少ないです。教員の負担がほとんどなく素晴らしい学びを提供できていると思います。一コマをまるまるパッケージ化された内容で完結できるので授業準備を短縮できます。では次にインスパイアハイが提供する3つの学習体験、セッション、プロジェクト、インスパイアードハンドレットをご紹介します。まずはこちらから、世界の大人から刺激を受けるセッション。4ステップ、約40分のプログラムです。ステップ1、ガイドトーク。インタビューを通してガイドの仕事、人生を掘り下げます。The world is changing because of your participation in this conversation. You're very special. You're very unique. Nobody in this world is like you.The best thing that I can say and advise is go out there. ステップ2、アウトプット。生徒が主体となって考えや表現をアウトプットします。さて、ここからはアウトプットの時間です。今回のアウトプットはこちら。自分にキャッチコピーをつける。アウトプットすることで思考力、判断力、表現力を養うことができます。ステップ3、フィードバック。全国の生徒同士で感想や意見をシェアします。続いてはお互いのアウトプットにコメントし合うフィードバックの時間です。フィードバックは生徒が最も夢中になる瞬間。自分の意見に対して意見をもらえるっていうのは、すごい嬉しいです。ステップ4、リフレクション。今日の学びをじっくり振り返ります。さて、最後はリフレクションの時間です。ここは自分の気づきを振り返る大切な時間です。リフレクションによって生徒一人一人の学びが蓄積されます。これがセッションの4ステップ、約40分の流れになります。次にご紹介するのはこちら、自分の問いを探求するプロジェクト。探求の一連のプロセスをカバーした5ステップ13単元のプログラムです。各単元の回答項目を入力することで自動でスライド形式の成果物が完成します。そして各単元には探究の説明負荷を軽減する13本の動画をご用意。実際の成果物のイメージをつかんだり、そんな僕が探究した問いがこちら、リサーチ方法を学んだり、5つのリサーチ方法が書かれていますね。自分の問いに向き合う大切さを考えたり、
自分の問いに向き合う大切さって何だと思いますか？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 そうですね、自分の問いっていうのは多分さらに進路選択や志望理由につながる学びの設計になっています。志望理由を明確にするためにはこの3つの質問に答える必要があります。また成果物は総合型選抜を含む年内入試の添付書類としてご活用いただくことも可能です。最後にご紹介するのはこちら、全国の10代100人の問いを表彰するインスパイアード100、プロジェクトの成果物でエントリーすることができます。審査員は企業やガイド、受賞者のプロジェクトは年間に収録し全国の学校にお届けします。1年間の学びの目標としてご活用いただくことが可能です。これがインスパイアハイが提供する3つの学習体験、セッションで世界と自分を知る、プロジェクトで自分の問いを深める、インスパイアードハンドレッドで社会と自分をつなげる、3つを組み合わせることで学びの流れを作ることができます。では次にインスパイアハイの学びの目的をご紹介します。それは一人一人のウェルビーイング。インスパイアハイでは特に次の3点が高い次元にある場合、ウェルビーイングな状態に近づけると考えています。ポイント1、自己とのつながり。深い自己理解に基づいた自分なりの価値観を持っている。ポイント2、他者とのつながり。異なる他者と競争するのではなく共感性でつながっている。ポイント3、社会とのつながり。自分はこの社会とつながり変化を生み出せると考えている。これらをウェルビーイングアセスメントで測定し学びの効果を可視化します。アセスメントの監修は幸福学の第一人者である前野隆氏が務めています。最後にサポートについてご紹介します。サポート1、事業計画のご提案。導入の狙いに沿って最適なカリキュラムをご提案します。サポート2、教員研修。インスパイアハイの利用方法や具体的な授業の流れを先生方にレクチャーします。サポート3、各種サポート資料。事前準備から開始までのスタートガイド、セッションの要点や事業実施のアレンジ案をまとめたサポートブック。サポートブックには授業中にお使いいただける発問も掲載されています。そしてプロジェクトを評価するルーブリック、このように各種サポート資料をご用意しております。以上、インスパイアハイについてご紹介しました。導入事例、費用に関しましては資料請求またはお問い合わせまでお願いいたします。世界とつながる探究的な学びを手軽に教室で、インスパイアハイ。